ようこそいらしておくんなました。ダンさん、お久しぶりでありんす。おや、何かいいことでもあったでありんすか？うむ。米国による、テキサス親父という母人が、米国のグレンデールにある、慰安婦像撤去の署名を、始めたでござるよ。ああ、あの慰安婦像でありんすか。いい噂は聞かないでありんす。確か今のところ、全米で、4つあるとか。さよう。この像が、米国各地で立ってしまったがため、日本の評判は、だだ下がりでござるよ。それに、韓国のロビー活動を、真に受けた白人が、米国による、日本人や日系人を、いじめているというではないか。中には、唾を吐きかけられたり、殴られたりすることも、あると聞き及ぶ。特に子供は、学校で小突かれたりして、かわいそうでござるよ。韓国様の、慰安婦騒ぎには、開いた口が、塞がらないでありんすよ。同じく、体を売ることを、なりわいとしてる身として、恥ずかしいでありんす。アチキラは、高い金子をいただいて、お武家様たちに、遊んでいただいているで、ありんすよ。慰安婦様も、高い金子を、いただいていたじゃないで、ありんすか。これこれ、オイランと慰安婦じゃ、月とすっぽんよ。慰安婦は、療養も芸も、一つもござらぬ。それに、支払う金子が、格段に違うでござるよ。されど、慰安婦様も、当時は、立派な、商いでありんす。むう、確かに。時の日本兵たちは、慰安婦らの働きで、士気を高め、戦地で武功を、上げてきたでござる。無論、女子には、高い金子を、払っておった。吉野の言う通り、慰安婦は、立派な商売でござるな。はい、ダンさん。しかし、それを今になって韓国人は、売りたちは、日本兵の、セックススレーブだったんだー。などと海外で、触れ回っておる。何が性奴隷じゃ、少子千万。それでも飽き足らず、当時敵方の、米兵の祖国に、戦に加担した、慰安婦の像を建てるとは、何事か。正気の沙汰ではないわ。これは、祭りごとの策が、関わっているで、ありんすね。十中八九、そうであろう。日本の評判を、落とそうと、韓国が、画策しているのでござる。それと、証拠が、加味されておるな。被害者ビジネス、というものじゃ。ま、拙者から言わせれば、こじきビジネスだがの。だがしかし、ありがたいことに、この状態に、異を唱える、米国人がおってな。それが先ほど申した、テキサス親父様、でござる。テキサス親父様のご活躍は、常々耳にしてるで、ありんすよ。米国人の視点から、シーシェパードや、韓国人の横暴に対して、シャレを聞かせて、バッサバッサと切って捨てる動画を、YouTube に、投稿しているご人で、ありんす。うむ。テキサス親父様は、この対岸で、日韓のいざこざを、米国に、持ち込むな。米国人として、不愉快である。慰安婦像は、日本への像を生み出す、意図が、隠れている。日米の友好関係に、亀裂が生じるものだ。と、訴えておるのだ。拙者も、もっともだと思う。しかし、難しいことに、このテキサス親父様の署名は、2014年1月10日までに、10万筆の署名が必要なのじゃ。今の段階では、76,729筆集まっておる。
かし、敵方の工作である、無効像が出ることを鑑みれば、10万を超える像が、必要でござる。もっともっと、署名が必要なのでござるよ。あれまあ、10万超えとは、またものすごい、数でありんす。そこで、顔の広い貴殿に、署名と、この話を広めていただきたく、頼みに参った次第で、ござるよ。この署名が、無事、10万筆集まっても、北国慰安婦像が、撤去される保証は、ないのだが、しかし、米国政府は、この弾丸に対して、何らかの回答を、しなければならんのだ。もし、この内容が、日本にとって、建設的なものであれば、今後、大いな強みになる。例えば、どんなでありんすか？まず一に、今現在、もしくは今後、慰安婦像設置を、検討している州や市に対しての、抑止になる。二に、政府の見解を、米国メディアが、大々的に、取り上げてくれる。三に、第三国の米国が、慰安婦像を否定する意見を出すことによって、自爆士官に囚われている、日本人の目を、覚ますことにつながる。4に、この見解を基軸とした反論を我々が展開できるようになる。つまり、米国政府が出したこのお墨付きのおかげで、今後日本側は格段に有利になるでござるよ。あれまあ。そういうことなのだ。だから、もう、よしの、拙者の頼み、聞いてくれるか。お安いご用、デアリンス。そもそもアチキラ日本人が、やり出さなきゃいけない、問題だったデアリンス。日本が貶められているのに、米国の御人ばかり当てにして、当の日本人が知らんぷりじゃあ、死んだじい様に、顔向けができないデアリンスよ。かたじけない。よろしく頼む。さて、吉野、そろそろあの歌を聴かせてくれるか。はい、旦那。旦那は本にこの歌が好きでありんすなー。署名するには説明文に記載されているリンクをクリックするでござるよ。やり方がわからないお方は、署名のやり方の別動画を作っておいたゆえ、そちらを参照されたく。また、お助けチャットも解説されておるので、わからないことは、ここに書き込めば、ほぼリアルタイムで返答が来るでござるよ。ああ、それと、敵方がデマを吹聴したり、怪文書を配っておったりするが、くれぐれも騙されぬよう、お気をつけくだされ。Oh, yeah.